すみません、ちょっと途中で切れちゃったんですけどね。その、宗教と女性、1990年という、鶴見和子先生の、世直しっていうのはね、どういうことなのかって書いてありますね。世直しとは、陽気暮らしを実現すること。392ページ。まあ、さすがにですね、コロナ禍が長期化しましてですね、陽気暮らしなんてのは、ちょっとなかなかね、難しくなってきておりますよね。それからですね。そうですね。まあ、これは、ちょっと T 町からですね、借り出して、なんか広島大学のね、本みたいですけど、また東京大学とはまた違う、あれですね、大学新入生に勧める101冊の本、新版って。これはちょっと全集というか、やっぱり、まあ、本の紹介本だったと思いますけどね。そうすると、改訂版を期待してって書いてあるので、その後のことはちょっと私はわかりませんけど、どんな本がね、列挙されてるのかぐらいはね、言ってもいいかもしれないので、例えば、1997年のね、梅沢忠夫、世界史と私、NHK ブックスというのがあるんですね。それから2004年の、ポパー、果てしなき探求、今波現代文庫。これまだ読んだことないですよね。それからですね、セレンディピティっていうのは、理研のね、やっぱり佐藤先生に初めて聞いたことがあったんですけどね、その元々の意味は何ですかって、スリランカのね、セレンディップっていうね、三王子が、偶然都合のように発見をするという、おとぎ話にちなんでいるということになります。まあ、そんなようなことがね、まだ読んだことがないんで、また機会を作って読みたいと思います。まあ、読んでないです。それから、まあ、前週のちょっと関係でと思って言ってるんですけどね、その梅沢先生ですかね、梅沢忠夫著作集、第11巻、知の技術っていうのがね、あります。これは愛知から、借りて読んだと思いますけども、ここで出てきますのは、やはりやっぱり本のね、話があって、読書論みたいなやつがね、ありますけど、小泉晋三読書論みたいなのがね、あったり、大内兵衛、ポチ、これ、かやってんですかね、誠治さんの、私の読書法っていうのが出てきています。で、梅沢先生らしいようなね、表現があって、読書は電流の官能現象。チャージとディスチャージでしたっけ？ちょっと私は詳しくないんですけどね。読書っていうのは、じゃあ電流で言うとね、電流の官能現象。感じる、応じるっていうか、ね、現象。フェノメナ。官能現象だって言ってます。生産的読書は創造的読書であるということらしいですね。それからですね。これは何の全集かということなんですが、これはシリーズものなんですかね。これちょっと飛ばしますね。失礼します。それからですね、先ほど出てきた小泉晋三全集、123番目ですけど、第12巻、1967年、これちょっと一昔の、地元のね、ちょっと図書室にあったので借りて読んだようなところです。で、小泉先生はどういうものをね、愛読書とされていたかなんですけども、いや、高田露伴とかね、森鴎外が出てきます。で、高田露伴よりも、まあ、森鴎外が最近ちょっと勉強しましたけどね、レジグナジオンっていうかね、定年ですね、諦める年ですか、レジグナジオンがね、森鴎外のどの本に出てくるのかをちょっと図書館でね、ちょっと当たってみてね、出てきた時にはちょっと嬉しかったので、読書メーターに書いたような記憶があります。これはまだ今年の最近の話だったと思います。それから、小泉先生だと、トルストイ全集読まれていたそうです。私もまた後々話はすると思うんですけど、トルストイについては少しは、人生論ですとかね、そういうのはちょっと、文庫で持ってまして、またそういった話もするかもしれませんね。それからですね、
あと、川田、失礼しました。140番目、川木田二郎著作集、第7巻、組織開発論というのが、ね、ありまして、これは愛知の、ね、図書館から書いていて、何が書いてあるかですね。やっぱり独創的なあのモデルが書いてあるんですけど、じゃあ創造の条件何なんですかって書いてあります。クリエーションですね。創造の条件は、自発的行為、モデルのなさ、切実な行為、74ページから書いてありますと。ですから、創造ってことは自発的に、モデルのない、まあ、いばらの道といいますか、なんていうか、草を襟分けみたいなですね、道がないところ、非常に切羽詰まったような、ことをやることが、まあ、創造の条件と。で、川木田先生はね、あと、W 型問題解決モデルっていうのはね、470ページから書いてあります。これはどういうあの流れであるかと。W だから、あの、アルファベットのね、W をイメージすればいいんでしょうけども、問題提起矢印、取材ポチ、野外観察矢印、データを押して飾らしみを矢印、判断ポチ決断矢印、方針目標設定矢印、実施矢印評価。このような一連の流れがね、ありまして、問題提起が最初で、やっぱり最終的には評価のところが出てきます。いうことになっていきますね。それから、あとはですね、190番目に、ウェストンの未刊行著作集上下巻が出てきます。ちょっとあの、私も自費出版でね、編集が甘くて、あの、ちょっと誤植が散見されてるんですよね。仕方ないですよね。自費出版で。ちょっと自分しか編集してませんので、この YouTube もそうなんですけどね。ちょっとあの、滝っていうのはちょっとあの、動員用になったりしてですね。この入力ミスがちょっとあってあれなんですけどね。下巻はちょっと書いてないですけども。上巻については、あの、丸4、アルパイン.ジャーナル、17巻、129号。1895年の、なんていうあの、日本アルプス登山と迷信というような、91から120ページのものがありまして、まあ、それで、あの、御嶽山噴火がね、あって、それがちょっと御嶽はあれなんですけども、それが108ページから書かれていますですね。まあ、地名がいくつか出てきています。まあ、いうようなところ。それからですね、367番目に、岩波現、講座、現代都市政策、括弧に、市民参加、1973年、モデリングというのがありまして、まあ、市民ってじゃあ誰なんですかみたいなね、ところがやっぱり常にあるんですけれども、市民参加はどういったことなのかということがね、述べられています。まあ、私はこの本を、また図書館の書籍本ということで、市民ってどういう人なんだろうかというところ。まあ、市民運動っていうね、こともあるし。で、YouTuber はですね、まあ、どんな人なのかということですけど、まあ、個人事業主ですけどね。市民は、じゃあ、どういう人が、どうやって学習するのか、みたいなことが少し書いてありますね。それによりますとですね、市民は自ら問題解決を試みる過程で学習をする。まあ、そういう存在だと、まあ、述べているわけですね。ちょっとあの著作権の関係上というか、まあ、音声だけになりますけども、ちょっと私がどのように自分で出した本をどのように書き込みをしたりしてっていうのをね、ちょっと見せるのもあれなので、ちょっと口頭だけでね、音声だけになりますけども、あとはまあ、あの原発系がやはりね、あの2016年出した時は原発系の本もわりかし、ありますけど、またちょっと考えて、アップしたいと思います。ちょっとさっき切れちゃったのは、3分くらいのやつですけど、一応アップはしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあこれで、ね、失礼します。